こんにちは、ちさきチャンネルのちさきでーす。今日はですね、スタバの新商品を食べていきたいと思います。今回の新作フラペチーノが事前告知なしで発売されたものらしくて、6月6日からの発売になってます。で、フードは前回のストロベリーフラペチーノが発売された時に一緒に発売されたものなんですけど、うち親知らずのお休み期間中でね、動画出せてなかったので今回食べていきたいと思います。では一つずつ紹介していきます。チョコレートティーケーキフラペチーノ、お値段が640円、レモンパイお値段が495円、アールグレイスコーンお値段が297円、抹茶クリームバーお値段が297円、5種チーズのベイクドタルトお値段が319円、アンバターサンドお値段が297円、チョコレートクリームドーナツお値段が275円、アーモンドフロランタンお値段が209円、シーザーチキンフォカッチャお値段が594円、根菜チキンサラダラップお値段が418円。はい、ということで早速いただきます。チョコレートティーケーキフラペチーノからいただきます。うん、美味しい。チョコレートとティーがマジで 50-50。 ケーキはね、中にスポンジみたいなのが入ってる。うん、根菜チキンサラダラップ、うん、美味しい。チキンがね、サラダチキンっぽいで、ドレッシングはごまだれですね。とても健康的。サラダだし、野菜だし。セルキロカロリー。うん、目立ちたがりのレタスが。中の野菜もめちゃめちゃみずみずしくて。うん、レモンパイ。ん？スモア、スモアじゃないかな、上。めっちゃ美味しい。うん、さっぱり。めっちゃ美味しい。うち普段さ、レモン味のお菓子とかあんまり買わないんだけど。うん、最近暑くなってきたからぴったりですね。うん、ほんでこのレモンとスモアが合ってる。あ、ちなみにスモアはマシュマロのことね。うん、アールグレイスコーン、うん、アールグレイはね、間違いないのよ。間違ったことがないのよ。スタバのスコーンさ、ちょっとしっとりした。なんか前の方がパサパサだった気がする。うん、紅茶と一緒に食べたいですね。紅茶と一緒に食べたらあんま分かんなくなるか。でもそんなことしたらね、紅茶好きにはたまらないひとときになりそうですね。うん、うん、抹茶クリームバー。うん、濃厚。ちっちゃいけどね、ちっちゃいからかな、ギュッと詰まってる感じがする。見た目もおしゃだしね。中にホワイトチョコっぽいのも入ってますね。うん、やついこれ。チーズだっけ？エッグだっけ？5種チーズのベイクドタルト。うん、これもまた濃厚。でも思ったよりチーズチーズしてないかな。味覚音痴のうちだったらエッグタルトだよって出されたら、あ、エッグタルトなんだと思って食べますね。うん、剥げちゃった。生地のみ。
無味。そんなことないですね。クッキーみたいな感覚で食べれる。シーザーチキンフォカッチャ。このフォカッチャさ、このパンの部分がすごい大きいからね、中にまだたどり着いてない。いつも時間かかる、中にたどり着くのに。おいしいと、さっぱりしてる。さっきの根菜チキンサラダラップに似てる。ドレッシング同じじゃないか。今甘いの続きだったから余計美味しく感じる。なんかね、スタバ石窯フィローネは中身結構具がぎっしりなイメージだったんだけど、フォカッチャはあんまり具入ってないイメージだったんですよ。でも今回のこれはめちゃめちゃたっぷり入ってる。いつだかね、食べたエビのフォカッチャが出てたんですよ。なんかエビチリっぽいやつ。それがめちゃめちゃ美味しかったんだよね。また出ないかな。皆さんはホカッチャと石窯フィローネどっちが好きですか？うちは生地はホカッチャの方が好きなのよ。でも石窯フィローネの方が中の具がたっぷりっていうイメージがあったから石窯フィローネ。あんバターサンド。これね、サイズ的にはあんまり大きくないんだけど、持った感じがすごいずっしりしてる。うん、食べかけダメな人見ないでくださいね。中にあんことバターぎっしり。それずっしりしてるわ。パンの生地がね、硬いけど柔らかいみたいな。うん？だから歯切れが良くて噛み切りやすい。しかも結構あっさりしててパクパクいけちゃいますね。うん、アーモンドフロランタン。うん、うちね、めっちゃ前にも動画で言ったことあるんだけど、フロランタン大好きなんですよ。そのフロランタン好きのうちに言わせても美味しい。味も食感もちょうどいい。うん、このフロランタンはね、レジ横の袋菓子のコーナーにあるので、ぜひぜひ食べてみてください。チョコレートクリームドーナツ。ちょっと見えにくいんですけど、切ってみると中にチョコレートソースっぽいのが入ってますね。じゃあ最後ね、お腹いっぱいになってきたので半分だけいただきたいと思います。うん、美味しい。中に入ってるチョコレートソースが超濃厚。中にもチョコレートソース入ってるし、生地もチョコだし、上にもチョコかかってのチョコスプレーかかってるし、チョコ尽くしですね。やべ、最後の一口いただきます。
てんやわんやすぎない？会員、ごちそうさまでした。はい、ということでスタバの新作を紹介していったんですけれども、チョコレートティーケーキフラペチーノめちゃめちゃ美味しかったんですけど、お店的にはまだストロベリーフラペチーノを推してる感じだったので、まあ、うちもストロベリーフラペチーノすごく気になってるので今度飲んでみたいと思います。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。